それでは今回のセミナーの最後のパートとして脱ハンコを進める際の留意点について解説をいたしますそれではまず社内の倫理結成プロセスにおいて脱ハンコを進める際の留意点についてなんですがこのプロセスにおいては主にワークフローやグループ A を使って電子化していくということになります そういったシステムを導入する前に必ずやっていただきたいのが現状把握ととと業務フローの単純化ということになります。まず最初に現状行われている倫理のプロセスの内容や承認ルートそして承認までにかかっている平均日数や月の承認数などを把握するとともにそのプロセスに対して社員の方がどのような不満を感じるか といいった点についても把握をしますそれによって現状の倫理プロセスをそのまま電子化するのではなくできる限り業務フローを整理してなくせるものはなくす簡略化できるものは簡略するといった形で進めていただきたいと思います当然この電子化についても業務改善の一環ということになりますので でききるる限り効率化を図るように心がけていいいたただきたいと思いますそして自社にあったシステムの選択という観点においてまず重要になってくるのが承認ルートの設定が対応できるかどうかといった点になります3つ目の動画でご説明をしましたようにワークフローとグループウェアワークフローの方は専用のシステムということで 複雑な承認ルートの設定等にも対応はできるんですけどもグループウェアはあくまでも機能の一つとしてワークフローを提供している形になりますので比較的機能の設定が簡略化されていますそういった意味でまず自社の承認ルートがどのようになっているかを確認した上でその承認ルートの設定がシステム上対応できるかどうかでシステムの 選択を行うようよにしていいいたただきたいと思いますそしてワークフローやグループウェアというのは限られた方が使うシステムということではなくて多くの従業員の方が使うシステムということになりますので操作の分かりやすさや使いやすさといった点も選択の重要なポイントということになりますまた システム導入以降もこういったシステムは承認ルートの変更を行ったりあるいは申請書が増えたりフォームの内容が変わったりしますのでメンテナンスのしやすさといった点についても十分に確認をする必要があります是非こういった点については評価版等を使って実際に使いながら確認をするようにしていただきたいと思います そして、実際に導入を進めていくにおいては段階的な導入を行うことをお勧めします対象とする倫理の範囲やあるいは申請処理を絞るもしくは一部の部署だけで試験的に導入するなど段階的に導入を行うことを検討してくださいこれを一気に全社的に導入を進めてしまいますと従業員の方の混乱を招く元になりますので できるだけ段階的な導入をすることをおすすめします。もしくは本格運用を行う前にトライアル期間を設けて特定の利用者だけに操作をしていただいて操作性やメンテナンス性などをチェックしてもらうというのもおすすめとなります。そして実際に運用を開始するまでには必ず 従業員の方を対象とした教育そのシステムの導入を行う目的や操作方法をレクチャーするとともにマニュアルを作成して配布を行って操作が分からなくなった場合はマニュアルを見て確認ができるようにしていくことも重要になってまいります。 次に、社外との契約締結における脱ハンコの進め方、そして留意点についてなんですが、この部分では主に電子契約システムを使って脱ハンコを行っていくことになりますけれども、やはりシステムを導入する前に、現状の契約書の管理体制の把握や精査を行うようにしていただきたいと思います。まず現状、社内でどのような 契約書が管理されていて、その種類や部数、契約の内容といったことも把握するようにします。そして、発生する契約の件数がどのくらいあるのか、あるいは契約を締結するまでに、社内でどのような意思決定プロセスがあるのか、そった点についても確認を行います。また、社内で 契約書を管理しているのがどのような部署があるのかそして契約書にアクセスできるのはどのような方々なのか権限が誰に付与されているのかそういった点についても確認をするとともに電子契約システムを入れた後にそれをどのように変更していくのかそういった点について検討を行っていきますこれもある意味では業務改善の一環ということになりますので ぜひ精査を十分に行うようにしていただきたいと思いますそして電子契約システムに移行した場合にどの契約書類を電子契約システムの対象とするのかそして承認フローや業務フローを明確するようにしていきますまた電子契約システムの導入が終わって運用を開始するまでに必ず取引先への 十分な説明を行うようにしていただきたいと思います。電子契約書を導入する際には、必ず取引先からの十分な理解を得る必要があります。誤解やトラブルが発生しないように、電子契約書の仕組みや、電子契約書を導入するメリット、合わせてデメリットも説明するようにしていただきたいと思います。その上で、 システムの具体的な操作方法や手順をお伝えし十分な理解を得た上で双方で電子契約システムが運用できるようにしていただきたいと思いますそして契約業務に関わる社内の人たちに勉強会形式等で説明を行うようにしますその際には導入用の背景ということでなぜ 契約書類を電子化するのか、その目的等を説明をするとともに、業務フローがどのように変わっていくのか、そして電子契約システム、サービスの使い方がどのようなものになっているのか、十分な説明をして、スムーズに運用ができるようにしていただきたいと思います。ワークフローにしても、電子契約システムにしても、社内、そして社外の方との 綿密なコミュニケーションを取りながらシステム化を進めていくようにぜひ行っていただきたいなというふうに思いますそれでは最後に今回のセミナーのまとめをさせていただきますまず一つ目企業活動においてこれまで行われてきた書面へのハンコの応印は多くの場合必須ではないということをご説明させていただきました 干渉になっていることもあって、あまり考えずに、これまではハンコの押印ということが行われてきた形なんですけれども、ハンコの押印というものはさまざまな弊害を生んできているということにもなります。そして、書面によるハンコというのは必須ではないということになりますので、このタイミングで脱ハンコを行うことが重要であるということですよね。そして、2つ目。 脱ハンコで業務の効率化テレワークの推進コスト削減を実現することができるということでこれが企業にとって大きなメリットをもたらすということになりますそう考えていくと今このタイミングで脱ハンコを行っていくことは非常に価値があるということが言えるかと思いますそれでは脱ハンコを行うためにはどういった 仕組みがあるかというと社内の倫理・決済プロを置き換えていくのがワークフローそして社外との契約において行われるハンコの応援は電子契約システムにおいて置き換えていくことが可能ということをご説明しましたこれらのシステムを使うことによって十分これまで行ってきたハンコの応援をなくすことができるという形になります そして最後に導入時には社内ルールの見直しや業務風の整備を行うことも非常に重要になりますこういった取り組みについてもあくまでも業務改善の一環として行うことを心がけていただいてぜひ導入を行う際には社内ルールの見直しそして業務風の改善整理を行うようにしていただければと思う次第です いかがでしたでしょうかコロナウイルスの感染拡大の影響によってテレワークの導入が進んだことにより脱ハンコの動きが今後ますます活発化することが予測されますこのタイミングを機に皆様の会社でも脱ハンコの推進を行われていくと良いでしょう最後までご視聴いただきまして 誠にありがとうございました。